皆さんこんにちは、ハワイキャンケイです。本日、2024年、5月の13日、ピンと合ってますでしょうか。2日前に、能登半島、七尾市と、穴水町に行き、撮影して、見て回りました。まあ、現地到着した時刻は、まあ、ちょっと遅かったので、あんまり、まあ、撮影できている範囲は、まあ、その動画がですね、こちらの内容のもので、まあ、今回は、まあ、総理や内閣や国会議員の方たちに、請願法を含めての陳情なんですけども、こちらの方の先ほどのワードの動画の方で、説明欄のところに書いてますけども、仮設住宅を建設して、で、そこに住まわれる方たちの家賃を、まあ、免除してあげたりだとか、まあ、年齢にもよるかと思います。その、一月あたりね、その、年金が、15万円の支給にたどり着けてる男性の数で、50% ほどなんですよ。世の中そのものなんですよ。で、女性なんか3割ぐらいなんですよ。で、じゃあ、まあ、政府の余計な書類を作らないで、生活保護になると、その生活保護の、役所の方が、まあ、その人たちの対応とか、たまに家見に行ったりだとか、まあ、そういうことがあるので、余計な書類が増えていってしまうんですよ。だからそれだったら、せっかく仮設住宅作ったんだから、そこで、もう家賃を、いただかないようにするとか、まあ、もしくは、まあ、5年後などに家賃、例えば1万円なり2万円なり所得に合わせて発生させるだとか、まあ、そういうふうな形で調整したらいいんじゃないかなと思います。で、その、阪神・淡路大震災の例で行くと、私が住んでいた、その、神戸市北区藤原台の仮設住宅、イオンモールのその上にあるステップガーデンっていうところなんですけども、もう今そこもガラガラです。秋ばっかり。当たり前です。人口ずっと少子化してるのに、そのところにショッピングモールがすでにイオンモールのところに、まあ昔はダイエーだったんですけども、そのあたりとかにいっぱいあるんですよ。で、大体みんな日々スーパーマーケットぐらいしか行かないですから、そんなに出すものがない。まあ靴屋さんだとか、本屋さんはまあその近辺のところで、まあ1店舗ぐらい、ある程度の範囲でとか。まあそういうような形じゃなかったら商業原理的にも無理がありすぎますんで、そのステップガーデンのところにね、もしあのまま仮設住宅を家賃なしで住まわせてもらえてたんだったら、我々はそこで住んでいたかったになるんですよ。だからステップガーデンを作ったのに余計にエネルギーを消費してるんですよ。余計な建物を作って。で、後で解体しなきゃならなくなる。で、まあそこは、まあ唯一稼働してるのは上信電機さん、安定して、作られてから。まあ、あとはイオンモールさんの、5階のところに、つい数年前に家電売り場を出されてしまったんですけども、それをやめといてもらったら、まあ、両方というか、上信電機さんで、この近辺の範囲、対応をしてればよかったということになるんですよ。だから家電製品なんかなかなか作れるものじゃないから、まあ何が言いたいかって言ったら、そのイオンモールの5階のところに、その、もともと大英の頃に、上信電機さんが入っていれば、まあよかったと。で、まあその仮設住宅をそのまま残しておいてもらったら、家賃なしだったから、そんなに厳しい生活、まあ、厚生年金ちゃんとかけて、あとはかけれるときに、その所得税の控除っていうことを覚えて、国民年金基金をある程度かけれるうちにかけておくと。やっぱり仕事があったりなかったりになりますから。だから、エネルギーの残存量問題を考えても、せっかく仮設住宅を作ったんだから、もうそこはもう家なんですよ。だからそこに住まわせてあげたらいいになります。で、あとは、まあ、珠洲市や輪島市が大変なことになっているのは分かります。それはテレビの映像でもだいぶ取り上げていただいてますので。で、穴水町と、七尾市で重機が稼働してないんですよ。
私の見た範囲で言うと、もちろん駅から降りて徒歩で歩ける範囲ですから、たかが知れてますよ。だけども、その倒壊している家屋はたくさんある。一応まあ政府の方で、この建物は危険だから、近寄らないでくださいっていう張り紙を出したりはしますから、ある程度の対応は、まあ地震が発生した1月1日からのその5ヶ月間で、ある程度の対応はできてるんですけども、その家屋の解体に移ってる重機は見当たらない。で、片や私の家の周りでは、バスのロータリー、しなくていい工事をしている、で、三井住友銀行のところで、またあの工事何回もしてるんですよ。またこの間動画アップロードしてると思うんですけども、まだだったかな？後でまだしておきます。今週中に。どこの建設業界の人間が、その工事を行っているのかの看板が三井住友銀行のところなかったんですが、まあ、それはリフォームだからいらないのか何なのか、ちょっと僕はよくわからないんですけど、そのエネルギーの残存量問題を覚えてほしいのと、あとそういうことをする暇があるんだったら、穴水町と七尾市の建物の解体に行ったらいいと。で、多分ね、今、総理とかは現場に行かれてはないと思うんですよ。消火霞が関を、石川県に設置して、そちらで対応という形になってますので、政府の上の方の人たち、各省庁の人たちの上の方の人たちが、そこに、全員行って、石川県に。で、まあ、ある程度被災地から離れたところで、司令部として、稼働してるんですけども、これね、珠洲市と輪島市にばかり目線が行きすぎて、穴水町とか、七尾市のところの建物の解体に関して、稼働ができてないっていうことになってしまってるんですね。で、余計なこの辺りのその建設業界の工事、余計にエネルギーを消耗したがる人たちの、仕事を現地で、建物の解体に行ってきてくれと、ついでに家の中、掃除してと、もうここ、もういいからと言われている方たちのところとかのすぐ対応できるところを対応したら、そこに空きスペースが作れるんですよ。空きスペースが作れたら、珠洲市と輪島市のその避難所の人たちで、穴水町とか七尾市ぐらいまでの距離のところだったら、移転してもいいかなと。いうような方たち用の、公営住宅だとか、そういったもの、もうエレベーターなしじゃないとダメですよ、本当に。それと、階段のスペースはある程度の確保をしておくと。公営住宅の作り方としてですよ。で、その空いてるスペースのところ、もちろん、復興メインなんですけども、メタンガスを、抽出する、その生ゴミの貯蔵庫と、メタンガスを抽出する装置なども、セットにしておいて、ガソリン価格等も見ました。レギュラーで高いところで190何円でした。で、その分灯油の価格を調整するのか何なのかちょっと僕の方ではよくわからないんですけど、なぜこの辺りの地域とあんなに値段、1リットルあたり30円も差が出るのかよくわからないんですけども、今回の動画で僕は見に行けた範囲だけで言うと、穴水町と、七尾市までの範囲でしたので、その辺りの、建物の解体を先行うと。道が混んでるわけじゃないんですよ。で、かまど発電を、設置して、どこかで、できるだけ学校とかがいいんですけども、そういったところで、その木材を、燃やしてもらって、発電してもらうと。今年の冬ぐらいをめどに、だから学校の校庭とかにその木材を、積み上げといてもらったらいいんじゃないかなとは思います。で、電車が動いてるから、電車でね、運んだりだとか、できるだけガソリン消費しないで、人力で運ぶと。和倉温泉というところでですね、七尾市の和倉、和く、和の、令和の和と倉と書いて和倉温泉というところがあるんですけど、そこで、能登鉄道というものに乗り換えるんですけども、和倉温泉で、
友人の、元というか、昔、よく遊んだ友人の、まあ、長安信弘というものがいるんですけども、まあ、この、神戸市の丸商建設に、まあ、高校卒業してから、就職して、まあ、そこで、ずっと働いてるものなんですけども、阪神・淡路大震災を経験したものなんですよ。当時私が高校2年生で、まあ、同い年で、まあ、その年3年生になるものだったんですけども、その、阪神・淡路大震災の復興のこととかを、まあ、いろいろ、知ってると。まあ、現地の被災者でしたから、神戸市兵庫区の。だから、まあ、その辺のところもあって、まあ、彼も現地に行ってるんじゃないかなと思うんですけども、その和倉温泉のね、駅のところの、その待合室のところで、後から思い出した、あいつ長安だったんじゃないかと。まあ、後から気づいた方ですね。まあ地図で言うと、ちょっと待ってくださいね、これ上から撮影して、地図で言うとですね、これでちょっとピントは安くなりますので、まあ、七尾市ってここなんですよ。で、まあ、能登鉄道、こういうのに乗って、で、穴水町、まあ、この辺り、まあ、この駅の近くの近辺だけを撮影して回ってるんですけど、まあ、輪島市や、まあ、能登町や、珠洲市、まあ、この辺りのところの確認っていうものが、できてね、いない。まあ、あとこちらがですね、まあ、道路云々とかも、そんなにね、多分、この道路が主要道路になるんですかね。で、能登鉄道自体がね、ここから輪島市に向かって今工事中なんですよ。多分前から工事されてたんだと思いますよ。地震前から。その方が効率いいのはわかるじゃないですか。まあ、こちらの方がね、バス、穴水町から、あとはもうバスぐらいでいいと思うんです。その、まあ、人工的にも。まあ、あとはね、これ、バスじゃなかったとしても、これ回路としてね、フェリーでこう、行けばね、途中で信号とかもないから、本当はバスよりもフェリーの方が、効率いいんじゃないかなとか、も思ったりするんですけども、まあ、ここは、それは鉄道を通した方が、最終的にみんな電車バス徒歩の世界を考えた。あと、この辺りだったらフェリーですね。フェリーで移動。まあ、波風もね、この辺りのところ、まあ地震が発生しない限り、この辺りの湾のところを見たりする限りでは、まあ波がほとんど、立ってない。で、まあその映像もあります。この能登鉄道からこう帰り戻ってくるときに、撮影してますんで、海の風景とかわかります。だ帆を張って人間がオールで漕いでいくような形で、まあ行ってもいいんじゃないですか、これぐらいの距離だったら。途中のところ、途中の港とかでこう寄ったりするじゃないですか。まあ停車駅みたいな形で。まあそこでちょっと息継ぎというか、できますから。まあ、涼しいぐらいだったら穴水町とこう往復できそうな気するんですけどね。ということで、今回の件は、この穴水町の、建物の解体と、まあこの間、ですね。まあ、この辺り、重機は全然動いてなかったので、神戸市内でね、まあ、他の都道府県でもどうせ同じだと思うんです。やたらと高いビル建てたがったりとか、余計な建物を建ててる暇があったら、そこの地域もそうなんだけども、まずは被災地で、建物の解体、ある程度の人数を行ってもらって、で、先ほどの説明者、私の、アップロードを今してる段階の動画、まあ、こちらの動画が、公開されてる頃には見れるようになってると思うんですけども、七尾駅の近くの、ルートインというホテルと、あともう一つ、ホテルはありました。そちらの方は稼働されてるみたいです。で、その一つ5分ほど、電車で5分ほどの、和倉温泉というところなんですけども、そこはね、まだちょっと、難しいみたいですね。その、建物自体が多分やられてるんで、そのね、もうこれ、本音でもうこれから先のことを考えていくと、和倉温泉でね、どっか旅館業を辞めて、老人ホームでいいですよっていうようなところ、
建物を、まあ、建て替えてるわけじゃないですか、ひどいところ、すごく大きなダメージを被ってるところは、もうこれ一回建て替えた方がいいというようなところで、もう老人ホームにしませんかというようなところは、老人ホームにしてもらったら、あの老人ホームってこの入浴の時に、まあ、車椅子に、入所者さんを乗せて、お風呂に入れてるんです。で、その風呂があの車椅子ごとこう入れれるように一回こうドアを開くんですね、バスタブのドアを。で、一回開くごとに湯が全部抜けるんです。だあのそれガス使っていちいち炊いてたらとんでもない消耗になるので一人一人で最初からそれだったら温泉があるから温泉の湯を使っていればガスはあんまり使わなくていいっていう話になるんで、なんかその協力してくれるところが一つね、老人ホームにしていただいて、まあそういう風な設備にすると、だから緑病院よりももともと温泉のあるようなところで、老人ホームまあそこまで言うの取り合いになるわけでもないでしょうし、まあ大丈夫だと思いますよ。ずっと少子化が続いてるわけですしね。どこかが、まあ1店舗ぐらい、老人ホームに変えていただいたりだとか、まあそういうふうな対応っていうものが必要だと思いますね。今後見据えたその復興の仕方をしっかりとしなければなりませんので、エネルギーの残存量問題に対応した。ということです。何かまた気づいたことがあったら、まあ、総理内閣、消化数未化石の方たち、ということで、まあ、今回は、長安信弘宛てにもしておきますけども、急には気づかないです。そんな、ね、僕も、その日の朝5時ぐらいに起きて、まあ、厳密に言うと、まあ、4時台かもしれないですね。起きて、まあ、4時間ちょっと寝たかなどうかな、でも当日朝家出てるんですよ。で、まあ、JR を乗り継いで、まあ、琵琶湖の東側を通って、敦賀へ行って敦賀から、まあ、七尾市の方へと、行ったわけで、その14時過ぎに和倉温泉に着いたんですけども、そこでね、まさか長安信弘が現れるとは僕も思ってなかったんで、僕との感覚としては生き死にのそのまあ代わり日特急っていう、その金沢から、和倉温泉まで、特急列車が走ってるんですけども、そこの、特急券を買うときに電車の中で、その人に聞いたんです。特急券の、持ってるかどうかを調べてる人に、本当に1月1日に発生した方ですかって聞いたら、そうですっていうことだったんですけども、まあその人他のね、JR の区間でも見たことあるような気がするんですよ。その人はね、以前もこれを言ってたんですけども、その時も11日、5月11日もこう言ってたんですよ。昔のことを気にする方がアホとか言ってたんですけども、海外の災害で何回も同じニュース放送されてるから、僕は何回もテレビに向かって言ってるから、あんな放送のこと、放送されたら、その2023年のその YouTube で石川県の金沢市で行われてた高校野球だと思うんですけども、あのスタジアムが揺れてた映像があると、で向こうでは、震度6強になってるってそういうことを言ってる男性の方がいらっしゃったんですけども、その向こうっていうのを、まあ、僕からのまあ、提案というか、まあ、テレビ局関係の人たちにね、未来のことをじゃあ向こうっていうことに、しておきましょうとか、まあ、そういうふうなことも言ったこともありますし、それか涼しのことを言ってるのか、ちょっと僕の方では判断が効かなかった。だから、現地まで来て、どれぐらい復興が進んでるかなというところを見たときに、ああ、これは1月1日でしょうと。まあ言うと、まあ判断がついたか、あと現地の人たちに聞き込み調査をして、まあさすがにそこまで政府は、嘘を言ってなかったということになるんですけども、まあただし、まあテレビのね、その海外のその、災害に関して何回も放送されてますからね。だから、
本当のことを言うと日本の、河川の氾濫とかでも昔の映像まさにになってる時あるんですよ。だからね、もうアナウンサーの人たちもね、何が何やら分かんなくなってしまってるんです。そう、事件関係とかも多いですし。だから、まあ、現地に行って聞き込みをしなかったら、ちょっと、信じることができなかったということで、ね、やっぱり未来の時間軸から声掛けをして、現地の人たちに、1月1日16時過ぎに、珠洲市で、震度6強の地震が発生します。輪島市の人たちも大変なことになってますっていうことで、そこも震度6ですからっていうことで、大きく建物かい倒壊してますと、そういうことを現地の人たち未来の時間軸から声掛けをしていったのであって、それはまあ僕としては調査をしたいっていう一番大きな、気持ちと言いましょうか。そこで未来からの時間軸の声掛けでその情報が嘘だったら、現地の人たちからしたら彼に騙されたっていうことになってしまうわけじゃないですか。だからその辺のところで、テレビの放送の仕方について徹底してね、何年の映像のものなのかっていう字幕をつけて、一つ一つの映像にですよ。でも分からなくなったらもうそれ公開しなかったらいいから、本当は災害関係のところはかなり入念に、分かるようにしてるはずですから、大きな災害に関して。まあ、それで、現地の方に、まあ、撮影しに行ったということですね。で、まあ、長安信弘に関してなんですけども、彼へのメッセージで、まあ、できればそちらから声をかけてほしかったと。一応、まあ、僕の動画は、まあ、ある程度の数公開してますので、まあ、よく見るとね、まあ、髪型にもよると思うんですけども、顔も変わってたりします。まあ、そういう方もあるので、たまにね、顔が足して割ってる時の状況が、現在の神戸市長の久本さんみたいな顔になってる時もありましたね。例えば、皇室の方たちで言うと、ウィキペディアの、ね、佳子さまの、写真については、シャズナのイザムさんの顔を足して割ってるような顔になってるんですよ。テレビ出た時にあれこれ言った時に自然とそうなる部分とかもあって、まあそれが電波の方なのか、神がかり的な力とのそのコンピューターとの融合なのか、まあそういうような稼働の仕方がどうしてもあるので、まあそういう風になってしまっていると。だからまあ、もう長安信弘彼とももう何十年も会って話してませんから、急には、分からなかったと。だから最初現地の人かなと思って、その男性に聞こうと思ったんですよ。最初どうしようと思って、こちらの能登半島の地震はやっぱり1月1日に発生した方ですかって聞こうかなと思ったんです。でその手の話をね、昔、まあ、長安信弘も1998年ぐらいの頃にフルツラーパークに何回か働きに来てるんです。で、未来の時間軸からの声とかで、こっちではこうなってる、ああなってるっていうことで、能登半島のところで、和倉温泉ってわかるって、そこで俺らが会ってるらしいねんけどもとか、なんかそういうふうなことをね、言ってたか何か、まあ僕の方が未来からの時間軸からの声掛けで聞いたのかどうかはわからないんですけども、それがテレビ出てる人なのか。で、まあその時に、俺も行くからお前も来いよみたいなことを長安が言ってたのか、まあその辺の記憶はね、もうはっきりとはわからないんですけども、まあ、とにもかくにも、その待合室に来ていた作業着の、男性は長安信弘なんじゃないかなと思います。神戸市兵庫区港川中学校出身のものです。夢の幼稚園と。まあ、私からの今のところの震源、まあ、気がついたところはそれぐらいですね。あと、まあ、こちらの動画で、この説明欄のところにですね、木造の潰れにくい建物を作るべき薬局屋さんで分かりやすい建物がありましたっていうところがあるので、まあ、それ見ていただいたら、良い教訓になるかと思います。まあ、
分かりやすい建物、他の建物は倒れているのになぜ木造の薬局屋さんここは、ほぼ無傷なんだろうって、まあ、作り方と結局重さなんですよね。作り方がしっかりしていて重さが軽量であればあるほど、ああいうような地震に対しては強いんですよ建物は。まあ、重い建物は建物自体は、まあ、倒壊とかしてないんですけども重みで地面の下がやられてしまうんですよ、コンクリートのところが。まあ、そういったこともこちらに撮影してますので、まあ、皆さん見ていただけたらなと思います。以上です。